はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、アングルを変えてベイブレードをやってみたいと思います。はい、久しぶりだね、これ、エイシン君の部屋からお届けしております。はい、今まではテーブルの上に置いてシュートしてました、我々。うん、で確かにそれは良くないのは分かってた。うん、対戦も良くないし、力強くシュートできてなかったんだよね、多分ね。うん、なので今回はエイシン君の部屋で床にベイスタジオを置いてシュートしてみたいなと思います。はい、で今回対決するのは、以前ねコメントでもいただいてましたね、ビクトリーバルキリー対ゴートバルキリー、そうだね、両方ともカスタムなしのデフォルトですね、はい、これで対決させてみたいなと思います。私がビクトリーバルキリーブーストバリアブルで、これはもう結構もうツルツルだね、うん、エイシン君がゴートバルキリー 6VRP3、2、1、ゴー、これか、おっと、ちょっとゴッドバルキリー、あ、スリー、ツー、ワン、ゴッド、お、いい感じに今当たったけんども、どうでしょう、あー、吸収、お、よし、どうしたゴッド、スリー、ツー、ワン、ゴッド、お、いい感じ、いい感じ、お、ビクトリーバルキリーも強いね、超覚醒の力やばいね、あ、同時だ、同時ベーコン関して私がゴッドバルキリーに変えます、僕はビクトリーバルキリー BV、 3、2、1、ゴッド、あ、やっぱりなんかリブートしてないのかな、確かにリブートしてないことがあって、あれ、今回はありゃーベイルガープラスをちょっとなしでやります、はい、3、2、1、ゴッド、高さがゴッドバルキリーの方が上だったんで、そうですね、はい、じゃあ今度はラグナルク系で戦いましょう、うん、私がブレイズラグナルク 4CFL、 僕がライジングラグナルクグラビティリボルブ、はい、3、2、1、ゴッド、おお上飛んじゃった、上に、スタミナ勝負だね、どっちが強いかだね、どうだ、これあんまり見た目変わんないけど、あ、ライジングがちょっと乱れてる、あー、スリー、ツー、ワン、ゴッド、よし、3だったか、うん、お、いいね、いいね、お、やっぱ座ってやった方がさ強いシュートが打てるね、そうだね、それは間違いないと思う、おい、3、2、1、ゴッシュ、2、おぉ、おぉ、バースト、びっくり、3、2、1、ゴッシュ、おっと、あ、両者だ、両者バーストだね、うん、パボンバーストしてた、じゃあベーコンからして私がライジングラグナルクにします、はい、で、僕がブレイズラグナルクのフレームなしにします、 3、2、1、ゴッシュ、安定する、2だった、あ、3、うわー、ありました、バスト、 3、2、1、ゴッシュ、おい、フィニッシュ、やられた、ていうかさ、今まで気づかなかったけどさ、うん、テーブルでやってるとさ結構上にこう飛んできてたじゃん、うん、ここだとほらバーストしても足に当たったやつでいい、確かにだからテーブルでやっちゃいけないんだろうな、 3、2、1、ゴッシュ、パパ3だった、うわー、負けるか、で僕は V 変えてゴッドバルキリー 6VV にします、で私はロストロンギヌス9スパイラルですね、はい、この前の動画で、あのロストロンギヌスは結構負けたので、うん、もう一回ちょっと挑んでみたいなと思います、うん、3、2、1、ゴッシュ、いけ、どうでしょう、やっぱりこの状況でも変わらないのか、3、2、1、ゴッシュ、はい、かなり手です、はい勝てんじゃん、やっぱり3、2、1、ゴッシュ、
おっとバーソクニッシュ。その改造が強いんじゃないもしかして。そうだね。 C2-1 ゴッシュ。かなり低速目だけどね。 A ちゃんも低速目だな。そう、お互いに低速だとパパ負けんで多分。お、ギリだよこれ。ギリ。はい、ということで今回は上からのアングルでベイブレードバーストしました。はい、ということで今日の動画もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、あ、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、では前のに戻っちゃった。ぜひお友達にも教えてあげてください。はい、気に入ったと思ったらね。うん、でこの勝負はおお、こっちとありゃ今回のアングルが良かったのか、いつものアングルがいいのか、ちょっとアンケート答えていただければなと思います。はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。